石原明の経営のヒントプラス第516回。歯科医院は女性の多い職場で、うちも20人ぐらいのスタッフが女性です。私は大学時代からラグビー部に所属し、体育会のノリで過ごしてきたため、当初は女性特有の揉め方やややこしいところに戸惑うこともありました。女性の多い職場で院長として組織運営するために気をつけること、鉄則などご教授をお願いいたします。まあベースの考え方的に言うと、人間関係ってすごくシンプルなとこからスタートするじゃない。だからお互いの人間関係がまずスタートするときって、信頼関係とか言うじゃん、ラポール形成されないとダメって言うじゃん、はい、あれ当たってて2人の人があって、おはようございますだけやってたら仲良くなんないよね、はい、だからある程度お互いのことを知っていくってことが重要で、要するにコミュニケーションするためにはお互いの認知っていう、まあ最近ちょっと難しいのはさ、どこで生まれたのっていうだけでもいけないらしいからね。だからそれはこう許可取りながら仕事をうまくいくようにするために、聞いてもいいですかって言ってさ、ちっちゃい頃どんな子だったの、なるほどねさ、人って面白いんだけど、自分を分かってもらってるっていう風に思ったら打ち解けやすいですよね。要するにこの人は私の嫌いなこと知ってるとか、大好きなこと知ってる、趣味知ってる、子供の頃にこれやってたっていうのを知ってるっていう風に思われると、その前提で接することができるでしょ。だからそういう意味でのコミュニケーションのベース、信頼関係、信頼関係って言うけど、信頼関係って何っていうよく話あるじゃん、はいはいはい、あれはお互いを知ることで、この人知ってもらってるっていう感じ、自分の感情も含めて。あ、昔ね、あの車で俺を運転して、ちょっと偉いその女性の経営者の人が話してて、俺結構スピード出したんや。そしたらなんか意外です、ね、ドキドキしてたの。そしたらさ、僕がさ、怖ってんですねって言ったら、その人すっげえ安心して、あ、怖いっていうの分かってもらってるんだねって言った瞬間に、知らないうちも寝始めたよ。おかしくないこれ。信頼超えて安心だ。自分が怖いなと思ってる感情を分かった上で運転してるから安心なんだねって思ったんでしょうね。そんなもんなんだよ。そういう話でさ、だから20人としたら、まず20人一人一人にいろいろ聞いて、とりあえず私はあなたにいろんな指示するときに、あなたを知った上で指示してますみたいな、そういうことが必要なのね。で、その先生がその20人を今度つなげてあげるの。それで自分の知り得た情報で、ね、彼女はこういう感じなんだけど、ちょっとこうでこういう風なんだよって、この人はねこうでこうの感じ、今回入ってきたこの子はこんなことしてこんなことしたんだねって言うとさ、その見た目によらずそんなことしたんだっていうさ、あるじゃん。あります。そう、だからこの人もラグビーやってたんだったら、ラグビーってもう超危険なスポーツで、信頼関係ないとできないんだって。もしたらその次何したらいいか分かる。コミュニケーションってベース作んなきゃいけないんだね。その次何したらいいか分かる。これ日本の組織論的に多分分かってないことがあって、日本の社会今かぶいてるんだよね。そこ良くないっていうふうに思ってる。修羅場を共有。そうそう、問題起こすこと。問題が起きることがいいことなのか悪いことなのかって言ったらさ、みんな問題悪いことと思うんですよ。問題に対して否定的なんだよ。じゃなくて、今度組織全体を、問題が起きたらいいことだって考える。コミュニケーションが良くなる。だからたまに聞くんだけど、結婚して6年目です。喧嘩したことあんの？っていうとさ、いや僕ら喧嘩なんかしないよねっていうところは、コミュニケーションも何も取れてないよねっていうふうに思うんですよ。面白いですね。それは波風が立ちますよね。でただ波風が立った時に、上司にはこの波風をどう利用しなさいって教えないといけない。そこで信頼関係ができるかできないかっていうことが起きるので、だからまあストーミングっていうんだけどさ、嵐の状態が必ず起きて、ストーミング、そう、それなんかそういう専門用語であるらしいよ、うん、それで仲良くなるためにはまずお互いのこと知ろうねって、これは入り口ね。でも本当に仲良くなって一生付き合えるかどうかとか、一生この人の、まあ、上司部下の関係でコミュニケーションが作られて、ラグビーのようにチームになるにはもう困難を超えなきゃいけないよ。で困難は外と内にあるんだけど、内側の困難の方が実はより効果があるから、怒ったりとか揉め事を起こした方がいいんだけどねっていうさ、成長って その過程を超えないことには成長しないんだけど、今ここがさ、社会全体にない、親子にもない、コップとして理解できてないから、自分を成長させられないは、チーム作れないばっかり。戦争になった時どうなるかと。うん、それは何かって言ったらさ、責任取るってことをベースにして問題に当たると、共有して問題を解決することになるでしょ。そしたら初めてそこがチーム化される。だから揉め事が良くないと思うじゃん。だから組織が成長し、上司部下になる。最悪は問題が起きた時に逃げるやつはもう二度と上司としても、だからあなたが楽しく仕事しようと思ったら、責任取るとか一緒に頑張るとか、それがうまくいってもいかなくても、いやー仲良かったねっていう風に共にそれをやったら仲良くなる。いやもう絶対ですねこれは、うん、次は絶対頑張ろうなって言ったらもう準備するから ね、あいつあの時逃げたなって言ったらさ、もう絶対に送別会とかに、あちょっと理由があります聞いてくる。絶対なよくそんな生々しいシーンが浮かびますね。そういう感じなんだよ。だから踏み込むっていうことをちゃんと教えながらやるべきね。いやシンプルですぐに行動できるお話ですね、うん、というわけでありがとうございました。